訓練中のロシア戦闘機にトラブル発生、地元住民が捉えた炎上、墜落の一部始終。ロシア国内で戦闘機が訓練中に炎上し墜落していく瞬間を地元の住民がカメラで捉えた。機体は炎に包まれ黒煙を上げながら地面へと落ちていく。ロシアの独立系メディアバザによると、ロシア北西部のムルマンスク州で26日MiG-31 戦闘機の訓練飛行中にトラブルが発生し、2人が乗っていた機体が炎上し湖へ墜落した。ロシア国防省によると、戦闘機の乗員2人は墜落前に自力で脱出していて救助隊によって保護された。詳しい被害の規模やトラブルの原因などは分かっていない。西側の制裁が効いていることもあるんだろうが、航空機は共食い整備を余儀なくされ、車に至っては ABS もエアバッグも装着できない。全近代的な車しか作れなくなっている。400万を超えるインテリ富裕層が国を見限り出国している。そんな背景もあり、この事故整備不良だと思うが、これからも飛行機事故が相次ぐだろう。何せ精密ベアリングさえ作れない国だからな。現在のロシア地上部隊、ウクライナ開戦時より規模大きい米軍司令官。米欧州軍のカボリ司令官は26日、ロシアはウクライナでの戦争で損失を被っているものの、依然として豊富な戦力が残っているとの見解を示した。カボリ氏は上院軍事委員会で証言し、ロシアの地上部隊は今回の紛争でやや劣化したが、現在の規模は開戦時よりも大きいと述べた。空軍が失った航空機は80機にとどまり、まだ戦闘機と戦闘爆撃機が合わせて1000機残っているという。海軍が失った艦艇は1隻。米空軍州兵がリークしたとされる軍の機密文書からは、ロシアの地上部隊が戦争のどの場所に投入されたのかがうかがえる。2月と3月の日付が入った文書によると、使用可能なロシアの大隊544個のうち、ウクライナ戦争に投入された大隊は527個、このうち474個はすでにウクライナ入りしているという。文書の一つでは、ウクライナで戦死したロシア兵の数を3万5000人から4万3000人と推計している。ウクライナ東部バフムート周辺の戦闘では特に死傷者数が多い。ウクライナ軍東部方面部隊の報道官は25日、ロシアは全ての戦力をバフムートに集中させている。我々が管轄する作戦区域の他の場所ではそれほど強力な戦闘作戦は実施していないと指摘した。米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長も先月、バフムートをめぐる戦闘でロシア兵が大きな犠牲を出していると述べていた。ただこうした損失はロシアの総兵力のごく一部に過ぎないとみられる。カボリ氏は大西洋におけるロシア潜水艦の哨戒活動について聞かれ、ロシア軍の大部分はウクライナ侵攻で影響を受けておらず、近年になく高い水準で活動しているとの見解を示した。ウクライナ軍の最後の総反撃がついに始まる。ロシアからのクリミア奪還シミュレーション。米国機密文書の漏洩問題なども受け、各メディアではウクライナ軍以下ウ軍の総反撃がいつになるのかが話題になっている。一方ロシア軍以下ロ軍も死に物狂いだ。4月12日の時事通信の報道によると、ロ軍はウクライナ南部のザポロジエ州メリトポリ北部に全長約 120km にも及ぶ3層構造の防御線を築いたという。4月22日の読売新聞ではその防衛線は総計 800km にも及ぶと報じた。この状況を踏まえて、元陸自中央即応集団司令部幕僚長の二見隆氏、元陸将補に両軍の戦況を聞いた。陣地防御では正面幅 10km と中心、最前線から後方部隊までの距離 10km を守るのに1個師団必要です。するとメリトポリ北部正面で12個師団10万人、全長が 800km ならば80個師団、計67万人の兵力が必要です。そのような大兵力は今のロ軍は持っていません。そのためロ軍の防御方式は高正面防御になります。当然防御配備兵力の薄い弱点をウ軍がつきます。ウ軍の兵力装備と攻撃方法は、私ならば戦力を逐次に投入するのではなく、必要な戦力を集中的に運用してロ軍の第一線陣地を一挙に打ち通し、引き続き攻撃省力を維持して奥深くまで打ち通していきます。
メリトポリ北側の正面は攻撃を主体とした一個旅団程度の兵力で攻撃を仕掛けます。これは路軍を吸引し最前線に張り付けるための陽動作戦であり助攻撃です。ウ軍の主攻撃は路軍防衛線の薄いところに NATO 装備の最強の6個旅団兵力2万4000名の打撃部隊打撃旅団によって路軍の陣地を一挙に破壊します。打撃旅団はドイツのレオパルト戦車とイギリスのチャレンジャー戦車を計180両ドクマルダーと米ブラッドレー歩兵戦闘車が600両で編成されている。 NATO の戦車はネットワーク戦闘が可能なのでドイツの戦車がレオパルト A7 クラスならば迅速で正確なターゲティングにより従来のウ軍 T72 の10倍の戦闘力を発揮するでしょう。ネットワーク戦車ならば路軍戦車の射程外から目標発見即射撃撃破ができます。この強力な打撃旅団によりマリウポリ北西から入りアゾフ海まで抜けます。路軍防衛線を突破した地点から第2艇隊総統旅団が入る。路政武器 T72 戦車180両と BTR600 両を装備した6個旅団兵力2万4000名が戦域をきれいにしていきます。ウ軍打撃旅団はメリトポリの路軍防衛線の横っ腹の柔らかいところに風穴を開けます。第1線防御陣地を突き抜け第2線陣地の中に入ってしまえば路軍の組織的抵抗は崩れます。ウ軍総統旅団がアゾフ海沿いを一気にクリミア半島の入り口まで進撃します。この時路軍の防御組織が崩壊しクリミア半島へ敗走する場合レオパルト独戦車を使う軍打撃旅団により追撃を行いますがそのままクリミアへ前進します。続いて総統旅団が奪還した地域をクリーンにしていきます。路軍が壊滅的敗走まではいかない場合はどうするのだろう。ウ軍打撃旅団はクリミア半島の入り口を越えて中に入り橋頭保を築いた時点で予備兵力の旅団と交代し整備補給に入り戦力回復に入ります。同時にそこは路軍の空爆を受けますから対空カモンを前進させます。入ったばかりのパトリオットミサイルゲパルト対空戦車スティンガーで防空体制を早急に築く必要があります。クリミア半島には数万人単位の路軍敗残兵が溢れているのではないか。クリミア奪還の仕上げに入ります。クリミア大橋は壊さず路軍敗残兵が渡り始めると車両と人員で大渋滞が発生します。その時手前から遠方に戦車砲次に 105mm 榴弾砲 155mm 自走砲で徹底的に砲撃により破壊します。湾岸戦争で米軍がやった砲撃版死のハイウェイですね。そしてクリミア大橋が路軍敗残兵でいっぱいになった時点でハイマース高機動ロケット砲システムで大橋を破壊します。兵員と装備を破壊することによって次の作戦に転用できないようにします。まさに死のクリミア大橋の様相だ。ただこのウ軍の反撃はいつ行われるのだろうか。米国機密文書が漏洩しウ軍の5月反攻が困難と言われていますが逆に5月にやれば路軍としては奇襲となります。8月には戦力的には十分にはなりますが今度は冬の到来で攻撃期間が3ヶ月短くなります。来年5月ならば米軍の M1 エイブラムス戦車も全て揃いますが路軍の防御準備も完璧になっています。そうすると敵が弱い時に叩かなければなりません。私ならば5月よりも6月から8月にやります。今南部にいる路軍はハイマースでだいぶ叩かれて路軍の通信砲兵弾薬兵站部隊がかなり擦り切れていますから先に行った反撃作戦がうまくいけば7月の頭にクリミアの入り口に到達しています。7月の2週目にはクリミアに入り8月から9月までに片付けて業者をたくさん入れ航空基地レーダーサイト兵站基地を作って半島を要塞化しないとなりません。警戒警備地域の安定化を行うことも考えればかなりの人員が必要となります。ウ軍がドニエプル川を溶かしてヘルソン南部に拠点を作ったとの報道があるがヘルソンから溶か攻撃すればクリミアからは最短距離なので私ならば行くぞと陽動で使います。その後は溶かが可能な橋を架けて補給物資を流します。クリミアで路軍戦力を徹底的に前言できれば今年の冬までには戦争は終結間近まで進むでしょう。冬にはウクライナに平和が戻ることを切に願う。
全体的に見通しが甘いのではないかと感じました。レオパルト2やチャレンジャーが180両とありますが、実際に配備が決まっているのは100両ほどだったはずです。さらに戦力化するのにはもっと訓練に時間が必要で、5月の反攻にはさすがに間に合わないでしょう。また、供与が決まっているのは最新のレオパルト A7 ではなく、A4 と A6 の混成です。敗残兵でいっぱいになったクリミア大橋をハイマースで破壊するという作戦ですが、実際にそういう事態になった場合、ヘルソン撤退でもしたようにロシアは民間人を兵員と一緒に多数避難させて、いわば人間の盾として利用する可能性が高いです。卑劣な行いなのは確かですが、民間人もろともにロシア軍を殲滅するということがウクライナ軍にはできるのでしょうか。